自分の人生を生きるってことは本人が考えなきゃいけないんですよ。で、分からない人は分からないなりに何回も何回も考えるしかないんです。で、今まで考えたことがない人はそれは分かんないですよ。考えたことないんだもんだって。うん。しかも自分の人生を生きさせてもらえなかったらなおさらね。だから自分の人生はしっかり生きなきゃいけないんだけど、そこに気づいたらあとはもうね、考えても分かんないわけよ。うん。自分の人生生きるって何って、私もすごい悩みましたよ、そこ。うん。だからそう簡単に分かるもんじゃないし、そもそも私に答えをくれって言ってる時点でそれって私を親の代わりにしてるよねってことなんですよ。で、私に講義しようとか分かりやすく説明しろとかってそこまで求めちゃってる時点でもう自分の人生を生きることを放棄してるってことで、もっと言うとね、そういうタイプの人がまあその悪徳カウンセラーとか宗教とか、要はそのマインドコントロールされやすい人たちでもあるんですよ。はい、リエさん、こんばんは。アダルトチルドレンや親子関係の動画を見て、今までモヤモヤしてたことを意識することができました。ずっと親に認めてもらいたくて人生をかけてしまっていました。うん、わかるわかる、わかりますよ。私もそうだったんでね、すっごいわかります。それに気づいた時の絶望ってないですよね。一体私の人生って何だったんだろうってなるよね。私もそれなりましたよ。本当に腑に落ちてそこに気づくと寝込みます、ショックで。え、ちょっと待って、私、僕の人生何だったのみたいな。ねえ、そうなんですよ。わかりますよ。ね、はい。で、ずっと親に認めてもらいたくて人生をかけてしまってましたと。はい。自分の人生生きてる意識が薄かったと思います。そうなんです。だから私も動画で何度か言ってるんだけど、自分の人生をね、生きることが大事なんですよって。結局自分の人生の主権を取り戻すっていうふうにこの前の動画では私お話ししてるんですけども、自分の人生を自分の中に取り戻すことがすごい大事なんだよね。うん、そのためのアプローチを私とにかくお話をしてるんです。まあね、親にとらわれず自分のために生きていけるようになりたいですと。はい、ね、ちょっとずつね、頑張ってってみてください。まずはそこにね、気づけたんでいいと思います。でね、私この前の動画で海を背景に喋ってるやつなんですけど、結局ね、親のせいにしなきゃいけない時期もある、親に怒りをぶつけなきゃいけない時期もあるんだけども、あとその私が親子関係をなぜ扱うのかっていう理由もそこで説明していてね、私別に毒親カウンセラーやってるわけじゃなくて、いろんな問題を解決していくにあたってね、親子関係を扱う方が早いんです。早いんです。どういうことかっていうと、あらゆる悩みっていうのはほぼほぼ人間関係から起こります。なので人間関係の問題を解決すると早いのね、問題解決が。で、その場合に人間関係の原体験って結局親子関係なんですよ。だから親子関係を扱う方が圧倒的に問題解決が早いんです。仮にそれが今目の前の上司と起きてたりとか、目の前の旦那に対して起きてたりとかしても、その上司とか旦那の問題って実は表層の問題でね、大元をたどっていくと原体験の親子関係に問題がある場合が多いので、親子関係の話を私よくしてるんですけど、別に毒親カウンセラーではないんですよ。たまたま行き着いた場所が親子関係だよってこと。なんですね。だからまあさ、そうそう、その話をしてるんですけど、で、自分の人生をね、生きることが大事なんですよ。自分の人生を取り戻してくださいっていうことが大事なんですよって話を、その YouTube の中でもしたんですけど、そうするとさ、コメントの中にもう一人だけじゃないんですよ、何人かね、やっぱね、ものすごい怒りを込めてね、自分人生の生き方が分からないから困ってる、ちゃんと抗議してくださいとかね、その辺説明しないで何なんですかとか、いや、来たんですよ。うん、でもうね、もちろんコメント返せないんですけど、完全に思考停止しちゃってるんですよね。自分の人生を生きるってことを考えたことがないから、自分で考えなきゃいけないんです。これから何回も何回も自分に聞いて。だって私がさ、自分の人生はこう生きるんですよって私が言っちゃったら、それって結局、別の親を探してその親の指示に従うのと同じだと思いません？だからその人って、じゃあ自分の人生の生き方が分かんないんですよ。それちゃんと抗議してください。それちゃんと動画にアップしてください。無責任ですねとか言ってるんだけど、結局それっていうのは、親の人生、親に代わる人の誰かのアドバイスのもとで生きていきたいっていうことに、を繰り返してることをまだ気づいてないのね。だそういう生き方をしちゃってるのはまずいよ。ドア取った方がいいね、これね。やっぱね、今喋りながらこれ言った方がいいなと思いました。伝わりますか、これ、皆さん、私が言ってること。
だから私は皆さんの人生をより良くしていくためのヒントとか、皆さんが気づけない利得とか、そういうことを手放す方法をお伝えすることはできるんだけど、自分の人生を生きるってことは本人が考えなきゃいけないんですよ。で、分からない人は分からないなりに何回も何回も考えるしかないんです。で、今まで考えたことがない人はそれは分かんないですよ。考えたことないんだもんだって、しかも自分の人生を生きさせてもらえなかったらなおさらね。だから自分の人生はしっかり生きなきゃいけないんだけど、そこに気づいたらあとはもうね、考えても分かんないわけよ。自分の人生生きるって何って、私もすごい悩みましたよ、そこ。だからそう簡単に分かるもんじゃないし、そもそも私に答えをくれって言ってる時点で、それって私を親の代わりにしてるよねってことなんですよ。で、私に講義しようとか分かりやすく説明しろとかって、そこまで求めちゃってる時点でもう自分の人生を生きることを放棄してるってことで、もっと言うとね、そういうタイプの人がまあその悪徳カウンセラーとか宗教とか、要はそのマインドコントロールされやすい人たちでもあるんですよ。つまり私に答えをくださいってね、私を指導しろ、私に生き方を示せって逆ギレしながら聞いてるっていう。で、そこでもしもじゃあ私がいいですよ、あなたはね、こうこうこう生きるべきです。まずはね、その旦那と離婚しなさい。それから私の口座に600万円振り込みなさいとか言い始めたらさ、下手するとやっちゃうんだよ、そういう人って。本当に。で、それっていうのは全然あなたの人生生きていけないですよねってこと。ちょっと今私大げさに言ったけども、あのね、そういう人たちが多いんですよ。そんな私の人生、自分の人生生きるのが分かんないから困ってるんですみたいなね。だからそこまで答えもらえると思ってるんだよね。だから言い方を変えると、もうそこまで答えを押し付けられて生きてきた人たちなんです、そういう人たちって。だから分かるよ、気の毒だし辛いんだけどね。でもそこから気づいていかなきゃいけないんだよね。な、私の動画がお役に立てればなと思います。典型的なアダルトチルドレンだと思ってるんだけども、確かに感情のアップダウンがある親ではあったけど、大切に育てられたという認識があって、長女なので親も初めての子育てで大変だったろうし、それは見て私も思いつき気をつかなかったかもしれないなと思います。はい、そういう優しい気持ちはいいんですよ。とっても優しい気持ちはいいんです。はい、ただそことは分けて、涼子さんが お母さんお父さんに感じていた本音をあなたが認めてあげるってことね。涼子さんの中でなんか怒っちゃいけない、お母さん責めちゃいけないとかね、お父さん責めちゃいけないとか、そういう気持ちがあるかもしれないんですけど、あなたが感じたことは事実であって、その感じたことをちゃんと素直に受け入れてあげるとより回復していきます。優しい気持ちをそのまま取っといていいんだよ。はい、ありがとうございます。はいはい、子供の頃ね、やりたかったけど夢がある。はいはい、まあちょっとずつ向き合ってったらいいと思いますよ。多分抑圧はしてるからね。はい、これ答えとく会長、マミさん、自分のこと知るのが怖いです。自分のこと知らないでどうなりますか。これ生きたい人生生きられないですよ。それはそうですよ。だって自分のこと分かんないんだもん。自分が本当にどっちに行きたいのか分からないってのも分からないからさ。だからともすると、まあ親の人生を生きることになったりとか、自分の人生生きられないってことですよね。で、まあ自分のこと知らないで生きてっちゃう人ももちろんいて、その生き方が悪いわけじゃないんですけれども、まあ、ここに来ている方たちっていうのは何らかその生きづらさとかね、こうじゃないって気持ちがあるから来てるわけでしょ。ってことは自分の人生生きられてない可能性が高いわけだから、自分の人生生きるにはどうすればいいかって、例えば自分のことを知るしかないんですよね。だからまあそれこそ私の動画見てもらったりとか、あれその利得のグループにね参加してもらったりとかして、自分のことを知っていくってことは大事だと思いますが、自分のことを知らないで生きていくというのも生き方の一つです。それが悪いわけではないんです。だからマミさんがどうしたいのかってことですね。そこが一番大事。あなたはどうしたいんですかってこと、これ皆さんに言えますよ。ありがとうございましたと。はい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 。まあみんな怖いでしょうけど、それをね、自分はどうしたいのかですよ。どんなふうに生きたいのか。